命日の今日、家族が法要を行い、当時3歳だった清水ココちゃんの遺影を前に、両親の誠一郎さんと真由さんたちが手を合わせ思いを寄せました。家族でそれぞれができることを、思いをしっかり持って、今後も前へ進んでいきたいと思います。2011年3月3日、ココちゃんは熊本市内のスーパーで当時大学生だった男に殺害され、その後用水路に遺棄されました。生きていれば高校1年生になっていたココちゃん。両親は講演会などを通して事件を伝え続けています。